慶応は英語芸なのか。慶応法学部と文学部のデータ超高だ。400点満点中。早稲田の方がむずいし、実は僕早稲田合格塾やってるじゃないですか。これ話すの実は初めてなんですけど、早稲法のレベルまで到達すれば慶応は倒せるから。さあ、始まりました。もちろんです。さあ、今回は。ヒロですよ。皆さん、こんにちは。早稲田合格塾代表のヒロです。ネタクリアな。はい。なんか、韓流のさ、K-POP の子たちみたいなやつだよね。こんにちは。はい。そんな、はい、ヒロさん、今回何ですか？もう、リテッチュはい。あのね、もう12時ですけど、今、はい、夜の。もうさ、KO の話とかを去年僕いろいろしてきたじゃないですか、うん。でさ、コメント欄にね、一番腹立つのが、俺が小論文の授業一生懸命頑張ってやってるのにだよ、ゆうてらでね、うん、頑張ってやってんのに、慶応は英語芸だからみたいなコメント、あのね、とふざけんなと、英語芸だったら俺慶応英語合格塾作るわみたいな話なんですよ。あ、なるほどね、うん、まあ、なぜ俺が慶応合格塾を作ったのかっていうその話にもなってくるんだけど、うん、今回のテーマは慶応は英語芸なのか、うん、嘘本当。この話をやっていきたいと思います。もうちょっと僕らしい回にしていきますのでね。はい、まず、結論から言いますね。これ、半分本当で半分嘘です。なんすか？だからね、あのね、お前ら大嘘こいてんじゃねえみたいな、そういうこともちょっと言えないっちゃ言えないのよ。まあ、その理由っていうのをお話していこうと思います。まずですね、今回ちょっと参考に挙げるのは、2023年の慶応法学部と文学部のデータをちょっとこう設けて、はい、見ていきたいと思います。慶応のその入試、なんとなくさ、例えば予備校講師もさ、英語が勝負だとかさ、まあいろいろ言うんだけど、うん、でも数字で語った人って誰もいないんだよね。なるほど。だから俺がもうちゃんと証拠を出します。慶応法学部の法律学科2023年、こういう数字になってます。平均点なんですけども、英語200分の 111.4、うん、社会100分の日本史が 44.3、世界史が 53.4 で、小論文が100分の 51.4 になってます。で、慶応ってね、まあ、法学部もそうだし文学部なんかもそうなんですけど、毎年ね平均点50点くらいなんですよ。これちょっと結構不思議だなと思ったりするんですけど、で、慶応法学部は日本史と世界史の平均点の差が10点くらいあると、これ調整が入ります。まあ僕が早稲田でいうところの標準化ですよね。おそらくまあここだけの標準化なんで、まあ、この間ぐらいのところを取ってプラマイで差し引いたりっていう形になると思いますね。で、まあ平均点が約10点ぐらいね離れてるんで、まあプラス5点マイナス5点の世界観だと思われます。合格最低点が400点満点中247点になってます、うん、なのでまあ日本史選択の人は、まあ、240強ですね。242、3とか45ぐらい欲しいなって。で、世界史の人であれば、まあ、252、3点から45点ぐらい欲しいかなぐらいの事実上の素点になってくるということですね。で、こっからなんですよ。もしね、じゃあ小論文、これシミュレーションします。平均点一応キリがいいから52点としましょうか。100分の52取れたらば何が起きるかっていうと、英語と社会で何点取ればいいか。英語社会で300点満点中200点くらい取りたいって話になってくるんですよね、うん、で、これってまあ数字で言うと英語と社会で7割弱ぐらい欲しいかなっていうようなところになってくるんですよね。で、ここからがまあ半分本当で半分嘘の話なんですけど、慶応のね英語や社会簡単ではないんだけど、僕普段からさ早稲田の話よくするじゃないですか、うん、いやー、まあ、7割なら、なんとか、みたいな話とかするんですけど、あの感覚よりも、慶応の方が、まあ、森田先生も普段からね、慶応の方がまだちょっと優しめってある。問題の難易度がちょっと優しめなんだけど、平均点がえげつないことになってないので、ってことを考えると、こっちの方がまだ入り込む余地が、割と、英語にしても社会にしてもあるなというところで、英語芸っていうのも、まあ、半分本当かなと思っちゃったりするんですよね。まあ、そうですね。だから平均点とかで考えてる人いるけど、難易度、そうじゃないんで、うん、早稲田の方がむずいし、早稲田の方がレベルが高いんですよ。だから戦ってる人の、ね、KO B 期とかって言われるけど、うん、そんなことないですよ。早稲田の問題の方がむずいっていうのは、うん、これもう河合塾の英語科もみんな言ってるし、うん、実際そうですからね。実際取るってなった時に、慶応の法学部のあの英語で7割弱取らせるっていうのと、早稲田の入試でまあ7割取ろうぜっていうのとってどうです？いや、全然早稲法と慶法で7割って言ったら全然早稲法の方がむずいっすよ、うん、っていうことですよね、うん、
だからそうなんですよ。もしねこの200点満点の英語の平均点がね 111.4 なんだけど、ここでね例えばだけどじゃあ140とか、そもそも配点が大きいですからね、150点とか取っちゃったりとかした日にはそれだけでぐっと社会科の負担が減るんですよね。社会科も平均点以下とか取っちゃいけないんですけど、平均点以上もあればちょっと英語で上背足せばまあ受かっちゃうよねみたいな。だからある意味半分本当ってのはこういうことなんですよ。ただ半分嘘って僕が言う理由は何なのかっていうと、僕が慶応小論文の授業でいつも言ってるように、小論文ってもう細かく何があると2点何があると3点とかっていうことじゃなくて、もうちょっとざっくり採点されるんですよね。なんかこういくつかあって、でこの条件の中で例えばこういうことが書いてあって、で内容の充実度 ABC で B だったらなんて A だったらなんてみたいな、まあそのくらいまでの細かさはあるんだけど、まあざっくり皆さんに分かりやすく話すと、よくできてるかまあまあか、普通か、あんまり良くないか、全然ダメか、みたいな。このくらいざっくり採点されるんですよ、慶応の小論文って。なんという言葉があったら何点とかじゃないんで。要約とかはそういう風にある程度細かく配点できるんですけど、本当のガチのはね、小論文って、まあそこまで細かく配点ってできないんで、だから何が言いたいかっていうと、みんな変なの作るんですよ、やっぱり。だから、ちょっといいもの作るだけで、英語とか社会の負担っていうのをぐって減らせるんですよね。多少英語や社会で失敗しても、小論文がほんのちょっと周りのやつらよりちょっといいもの作るだけで一気に負担が減るから、だから小論やっといた方がみたいなところで、でこれね先にちょっと身内の話をしちゃうんですけど、実は僕早稲田合格塾やってるじゃないですか。これ話すの実は初めてなんですけど、早稲田よりね慶応の方が合格率高いんですよ。これもマジなんですよ。というのも、まあ、大体毎年、実は慶応に10人ぐらい受かっていくんですけど、併願先として特に人気があるのは、やっぱり文学部とか商学部とかが中心になってくるんですけど、やっぱり早稲田で、まあ、ある程度慶応のことも考えながらだけども、練習してると、慶応の問題とかもある程度飲み込めたりするんだよね。足りない部分で英作文とか補ったりしながらでいくと、判断力とかが通用するんですよ。で、そういった奴らに、小論文で添削とかもしっかりやって、で、送り出してあげると、受かって帰ってくるんですよね。そうです、だから和製号の授業で僕言ってるじゃないですか、和製法に到達せよって言ってるじゃないですか、これもう河合塾で総計クラスやってた時もそうなんですけど、和製法のレベルまで到達すれば慶応は倒せるからって言って、マジでねそれをねうちの生徒たちは実感してる、からだから僕が慶応合格塾を作った理由ってのはそこなんですよ。なんならもうちょっと皆さんには申し訳ないかもしれないけど、うちの生徒のためだったりするところも結構あって、あと小論文さえなんとかなればいけるよねみたいなのを結構感じてたから、だから作ったっていうのもあって、でまあ今回の動画で言いたいことに戻っていくんですけど、あの確かにね、まあ、小論文が平均点ぐらい取れてたら英語が他のやつらよりもグッてこうね、それこそ7割弱とかでね英語と社会がいいわけでしょ、今回の23年の刑法だと。で森田先生も、ね、おっしゃってるように取れそうな感じではあるんですよ、早稲田の入試と比べると。だがそこで小論文っていうものがダークホースじゃないけどさ、グッて他のやつらよりも10点15点いいものを作ったりした日には一気に英語とか社会の負担が減るから、だからね半分本当で半分嘘なんですよね。でこの現象が慶応文学部の方でも見られるんで見ていきましょう。さあ森田先生の母校ですね、慶応文学部2023年、英語150点満点中平均点が 66.61、 社会科が100点満点中日本史がね 38.67、世界史が 59.65。 すごくちょっと平均点に差があったんで調整が入ってます。まあプラマイ10点だと思っててください。で小論文が100点満点中平均点が 52.8 っていう数字になってるんですよね。合格最低点が205点なんで、まあ日本史選択の人は200弱ぐらいで、まあ世界史選択の人は220弱ぐらい欲しいかなっていう感じなんですよね、素点でね、というような話になってきます。シミュレーションとしてじゃあちょっと計算しやすいから、仮に小論文がじゃあ平均点ぐらいで55点としましょう。55点取ってたら英語と社会で日本史選択の人は250点満点中140ちょい欲しいところなんですよね。世界史選択の人は250点満点中で160ちょいぐらいあればいいなみたいな感じなんですよ。慶応文学部の英語と社会で、まあ、6割ぐらい欲しいよねっていう数字。確かに慶応文学部難しいと思います。だけど6割くらい取れないような入試かって言われるとどう？いやまあまあ23年はねちょっと難かったっていう声多かったですけど、まあでも取れるでしょ、散々慶文簡単だっていう皆さん、ね、その言ってる人のほとんどは無理だろうけど、
そうなんですよ。だからまあこれもね、いわゆるこの23年小論文ね、別に簡単じゃなかったけど、平均点が半分なんだって感じなんですよ、うん、俺から言わせると、うん、あのユーテラの講義でも僕見してきてるけど、もうちょいいけそうな入試問題じゃないですか、あれ。だから、あ、もうちょっとなんか小論文頑張ってくれたら、負担をもっとぐっと減らしてあげられるのになって。で、うちのね、和製号の社会科であるね、相沢先生とか鈴木先生も、まあ確かに、慶応の場合、どう考えても知らんでしょみたいな用語はね、早稲田と比べると多いんだけど、言うても、まあ、用語を入れる問題とかがあれだけあって、で、正語の質も早稲田と比べるとみたいな感じではあるんですよね。だから多分英語と似たような感覚なんですよ。難しいけど早稲田ほどではみたいなのが割とイメージとしてあると思うんですよね。だから6割が取れないかって言われると、なんか僕がほらモリテッチャンネルでさ、文学部で8割とか無理みたいな、あんな世界観じゃなくなってきてるんですよ。早稲田のね、文学部ね。あれとは全然違う世界観だから、だから早稲田文落ちたけど、慶文受かったりとかするんですよ。だから、まあね、ちょっと今回のテーマに戻るけど、英語芸、半分正解。確かに英語グーっていけたら受かる。ただ、そこに負担かけなくても、小論文もうちょっと頑張るだけで、英語と社会こんだけもっと楽になるから、もうちょい頑張ったら、みたいなところで、慶応合格塾ってことで小論文対策を始めたっていうのが理由だったんですよね。まあ今回こうやって、まあ慶応大学の入試問題、平均点や合格最低点とかを実際に検証してみました。最新の入試問題でね。で、僕らプロフェッショナルの講師の感覚みたいなところも照らし合わせて、それくらいだったらみたいな感覚なんですよ。だから、慶応ね、ぜひね、狙ってみる価値はあると思うし、で、確かに英語芸でもあるんだけど、それだけじゃないっていうようなところもちょっとこう理解した上で、まあ、慶応の入試問題っていうものを解釈していただけたらよろしいんじゃないかなと思った次第でございます。はい、いつも言うんですけど、小論で逃げちゃう人いっぱいいるけど、うん、何言ってんの、小論なんだからやった方がいいじゃんっていうのが僕の意見です。まあ、大学入ってからも絶対小論やっててよかったってなるし、うん、ぜひともね、小論で逃げるのはもったいない。小論がポンと達しただけでね、ね、早稲田が届かなかったけど、慶応は届いたって人、うん、実はいっぱいいるわけですから。そうなの、ね、はい。ということで、ぜひとも慶応受けてみてもらえればいいんじゃないかなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching. Thank you for watching. 俺は、英語世界史小論文全部取ったけどね。いや、だからそれ言ってほしいんだよ。